はい、皆さんこんばんは。5月10日の翔チャンネルです。昨日は、委員会でセキュリティクリアランス、需要経済安保情報保護活用法なんですけれども、こちらの採決が行われて私たちは賛成したんですね。3分間討論があったので私が担当しました。今日は本会議でしたので、10分間の討論私が行いました。賛成はしたんですね。そもそもこの特定機密というのは3段階あって、法制化されているのがトップシークレット、シークレットですね、特定秘密保護法ですよね。トップシークレット、シークレット、ここの2つが保護されました。今回は経済安全保障という分野になっていくので、トップシークレット、シークレット、その下にコンフィデンシャル級ということで経済安保、今回の法律ができました。本来であれば一つの法律の中でそこにもう一つ入れるというのが分かりやすいと思うんですけれども、特定秘密法の時はものすごい反発がやっぱり国内中に起こりましたから、何するか政権分かんないって声があって、私たち の暮らしを監視するのかとかすっごい反発がありましたから、そこにもう一個入れるというのはやりたくなかったんでしょう。おそらくそこが本丸ではなくて経済安保という部分では必要になってくるので、国を二分するような大騒ぎになる、多分もう政権が持たないということもあって、セキュリティクリアランス、これは特定秘密保護法の時に立憲民主党が主導してセキュリティクリアランスを作るべきだという形で言っていたので、今回できました。特定秘密保護法の中ではなく別に安全保障の分野を作りましょうという形で今回できたということで、反対することは、そもそも再決議に入れたのは立憲民主党ですか、当時のないということなんですが、流れを組むものとしてはこっちはものすごい反発したのに、こっちは何も危険がないというわけじゃありませんので、ここの危険性が監視するのか、公安がどこまで喋るんだとかね、いろいろあると思うから、こっちの方でもその懸念が消えていないという形で、この辺の心配事がやっぱり野党の中で大きかったということになるので、この部分を今回厚めに討論に入れてみました。まだ一方で私自身というか必要な制度なので賛成してるんですが、とんでもない政権になってしまうと民間人にまで公安が入り込んでしまうような調査が行われるんじゃないかっていう懸念が出てくるので、懸念点はしっかりと釘を刺しておきました。基本的に公安が動くものではないということは分かってはいるんですけれども、今回は民間の人が対象になることが多くなるんですね。研究開発をして、ビジネスにつなげていくという面があると。特定秘密の方は基本的に外交防衛とかそっちの方になってくるので、基本的に公務員の方が多いです。今回ビジネスの面になってくるので、公務員の方も含まれるんですけれども、多くなっていくのは民間の方という形になっています。で、その調査というものは会社の方で研究開発をしたいとかね、ビジネスしたいっていう時にセキュリティクリアランスという会社単位で、やるんですけれども、それをやるのは一応内閣府という形で、各省庁いろいろあるんですけれども、内閣府が一元的に管理をして調査をするということになっているので、公安が動くというものではないという答弁なんですけれども、調べていった時にそれはもしかすると産業スパイみたいなものとかに、国の秘密にアクセスできるという制度ですから、近づいていて何かあったらいけませんから、全部否定するものではないけれども、疑わしい時にはですね、それに調査をするというような含みがあるように答弁は私には聞こえていますと。ただ一方で、本当にこの研究開発というのはこれ以上日本が後塵を拝していいものではないんですね。世界競争力調査でも日本今38位ということで、アジアだけ見ても台湾、香港、中国、そして韓国、タイ、インドネシアの後塵を拝しているのが今日本ですから、日本は技術は持っていると思うんで、それをしっかりと研究開発としてビジネスにつなげていくということが必要ですので、否定はするものではないし、やっていかなきゃいけないものだという形で立憲民主党は賛成させていただいていますということで、今日討論も入っているので、その部分も見ていただきたいと思いますけれども、私としてはしっかり運用していただきたいという思いとともに、恣意的な運用を絶対するなということと、これだけ親の法律の方が特定秘密保護法の原理を組むものになっているので、国民の中に反発をものすごい持っている、特にリベラル層の方が反発をしているような法律になりますから、政府与党は彼らを説得できるんですかって、裏金議員の皆さんが説得できるのかと。この失われた30年間の中で私たちの暮らしはどんどんと厳しくなっていってるのに、自民党の政治家は裏金で私腹を肥やしていると、懐を潤していると、そういった人たちがこの法律に反対する人を説得できるのかっていうところまで含めて、しっかりと討論を行わせていただきました。やっぱりネット見ると0か100でなんで反対しないんだっていうような声があったりするんですけれども、政治は0か100ではなくて、もちろん反対をする理由だけを探せば今回も反対だってことになり得るんでしょうけれども、クリアランス制度を持って研究開発をして
ていうことは必要ですし、アメリカのトップクラスの大学と日本のトップクラスの大学も、研究の協定を結んで、このクリアランス制度を前提としていろんなものが進んでいくということになりますから、日本にとっても必要なことだということで、ただしその穴が埋まっていないんだっていうところを理解していただいて、必要な制度だから賛成する、だけど穴が開いてる部分どこまで私たち調べられるんですかっていうようなね、その研究開発に参加する人たちがね、クリアランス制度を持ちたいっていう人たちが、そのあたりの、疑念が晴れない、運用に全部任せちゃうんですよね。そういったところを理解していただけたらなというふうに思っています。ということで、今日の塩チャンネルでした。立憲民主社民の塩村彩香です。会派を代表して、ただいま議題となりました重要経済安保情報保護活用法案および経済安全保障推進法改正案について、いずれも賛成の立場から討論を行います。まず重要経済安保情報保護活用法案でありますが、経済安全保障の重要性が高まってきている中で、2年前、立憲民主党も賛成をして、経済安全保障推進法が成立いたしました。その際、我が党主導で付帯決議に盛り込まれたのが、セキュリティクリアランス制度でした。我が国では、特定秘密保護法に基づくセキュリティクリアランス制度はすでに存在していますが、同制度の対象となる情報は、外交、防衛、テロ防止、スパイ防止の4分野に限定されております。一方、 G7 各国をはじめとした多くの先進国では、経済安全保障分野の機微な情報を対象としたセキュリティクリアランス制度が導入されており、我が国でも産業界から国際標準の制度創設を求める声が寄せられてきました。その日本産業の国際競争力ですが、バブル崩壊後ほぼ凋落の一途をたどってきたと言っても過言ではありません。スイスのビジネススクールである IMD が作成する国際競争力ランキングでは、日本は1980年代後半から92年まではトップを走っていましたが、90年代後半の金融危機以降の長引く不況で一気に低下、その後も下落傾向が続き、2023年には35位まで落ち込みました。アジア地域でも台湾、香港、中国、韓国、タイ、インドネシアの後塵を拝している状況です。これが今の日本の現在地です。日本の国際競争力が低下をした理由としては、半導体産業などのこの間における不振のほか、中国や韓国への技術流出の問題などに有効な政策が打てなかったこと、そしてセキュリティクリアランスの不備が長らく続き、日本の研究者が国際的な共同研究にも入れてもらえず、科学技術の発展などに大きなマイナスを被ってきた問題も影響しているのではないでしょうか。この点について高市大臣の答弁は、技術で勝ってビジネスで負けるといったことにならないように、優れた技術をいち早くビジネスにして、それを国内での需要にもつなげ海外展開をしていく、こういう流れを作っていかなければならないといった見解に加え、今回のセキュリティクリアランス制度は事業者の国際的なビジネス展開にも資するものであり、日本企業の国際競争力を高めるためにも役に立つと期待しているとのことでした。その一翼を担う可能性のあるスタートアップが適合事業者となる可能性について、大臣はセキュリティクリアランス制度の導入によって、衛星 AI、 量子ビヨンド 5G といった次世代技術の国際共同開発に関する機会が拡充していくのではないかとの指摘がある。こうした技術がどのような製品やサービスにつながる可能性があるかということについては、例えば衛星情報の AI 解析というのは、水道管の老朽化のチェックとか、また農林水産業などでも活用されており、さまざまな可能性を開くことにつながっていく。スタートアップなども含めて適合事業者として認められれば、いろいろな形で可能性が開けると答弁しています。一方、本年4月には経済産業省の経済産業政策新基軸部会からは衝撃的な将来予想が発表されました。それは、失われた30年と同じような考え方やり方で進んだ場合、2040年頃に向けたシナリオとして、実質賃金や GDP の成長は横ばいにとどまり、新興国に追いつかれ、海外と比べて豊かではない状況に陥る可能性が高いというものです。先ほど日本の現在地をお伝えしましたが、これが今見えている日本の未来です。果たしてこのままでいいのでしょうか。参議院内閣委員会の付帯決議では、大企業のみならず中小企業やスタートアップ等が適合事業者として認定され、
国際共同研究開発に参加をすることなどを通じて、我が国の産業競争力を維持・強化できるよう、官民の協力体制の構築や必要な支援を行うこととの衆議院では盛り込まれなかった項目が追加されています。新興国に追い抜かれるといった悲観的なシナリオに陥らないためにも、付帯決議に盛り込んだように、新たなセキュリティクリアランス制度が大企業に限らず、スタートアップなどにも幅広く活用されることで、国際研究開発が進み、ひいては我が国産業の国際競争力の強化を実現させる一つのきっかけ、契機とすべきではないでしょうか。他方で、審議を通じて法案の問題点や課題も明らかになりました。特に問題などは、制度設計の重要な部分の多くが、運用基準に委ねられており、法案審議の段階では、重要経済安保情報に指定される情報の範囲すら明確になったとは言い難い点です。我が会派の鬼木誠議員が、対総理質疑で指摘をしたように、企業団体献金を行う企業が望む情報を指定することすらできる仕組みです。衆議院修正によって国会による監視を機能させる規定が追加をされるなど、前進も見られましたが、特定秘密保護法施行後の検証を踏まえた秘密保全制度全体の一層の改善が求められます。そして国民の権利利益に関わる運用基準の不透明さなど、制度全体に対する我々の懸念が完全に払拭されたわけではありません。新法の適正な運用、知る権利、人権、適正評価を受ける本人や家族などのプライバシーが不当に侵害されることがないように、また国民の不安が解消されるよう、今後の運用を注視をしていくことが極めて重要であると考えます。次に、経済安全保障推進法改正案については、2年前に国会でも、港湾を基幹インフラに追加すべきとの議論があったにもかかわらず、国土交通省は港湾へのサイバー攻撃を過小評価し、追加されませんでした。昨年7月、名古屋港におけるサイバー事案が起きてしまったことは、政府のリスク分析が甘かったためであり、猛省を促したいと思います。また内閣委員会、そして経済産業委員会との連合審査会では、医療機関がサイバー攻撃の対象となることを危惧する意見が多く出ました。医療 DX の進展も踏まえつつ、基幹インフラに追加するのが後追い的にならないよう強く求めておきます。最後に、経済安全保障版のセキュリティクリアランス制度には、国際共同研究への参画を通じた産業競争力の強化に資するといった期待がある一方で、適正評価のための身元調査などを含むことから、人権やプライバシーを侵害するといった懸念が存在することも事実であります。本来こういった懸念や疑念は、制度の適切な運用によって払拭すべきものですが、その大前提は、信頼される政府でなくてはならないということです。政府に対する国民の信頼という点において、与党、とりわけ自民党の裏金議員各位におかれましては、真摯に自問自答していただきたいと思います。あなたたちは国民全体を向いた政治を行ってきましたか？企業団体献金やパーティー券の購入をしてくれる企業や団体の意向に沿った政治を行い続けてきたのではないですか？その結果、分厚かった日本の中間層は崩壊しつつあると指摘される状況になったのではないですか？国民の暮らしは政治の不作為によって苦しくなるのに、自民党政治家は裏金によって懐を潤す。そんな裏金議員の皆さんに、本法案に疑念を持つ国民を説得することができるでしょうか。水俣病被害者の方との対話では、マイクを切ってしまう。そんな対応する政府を国民は信頼するでしょうか。その結果は、先の衆議院の補選で現れているのではないでしょうか。そして、経済安全保障の錦の御旗のもとに、捜査当局が暴走し、大河原加工機事件のような冤罪事件が起きることが二度とあってはなりません。セキュリティクリアランス制度の創設をはじめとした経済安全保障政策が、経済活動の萎縮を招くものとならないよう強く政府に求め、賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。